あ、ソフトツイスト一つ。はい。あ、以上で。はい。お会計100円です。お車前お願いします。よいしょ。いやで俺マックのね、ソフトクリームはねコスパいいですからね。なかなかソフトクリーム100円で食えないから、まあ、一般的なのに若干小さめだけど、でもなんだろう、絶対お得ですよ。他の150円200円とか300円するのに比べたら、じゃあそのマックが100円だけど300円のやつはじゃあマックの3倍あるかって言ったら絶対ないから、でかさがね、うん、マックのねこのソフトツイストソフトクリームなんですけど、これはマジですごいコスパいいっすね。でちゃんと普通に本当に普通のソフトクリームで普通に美味しいからね。全然なんかもう遜色ないっていうか、遜色ないっていうか、そもそも普通のソフトクリームだけど、でも逆に普通のソフトクリームだからこそ普通に美味しいのよ、うん、マジで普通のソフトクリームだから。まあガソリン代とか言い出したらあれだけどさ、普通のソフトクリームってまずいわけがないからね。すごいな、閲覧一応270くらいあるのにコメントがほとんど硬直するっていうブロックしすぎてマジでみんなブロックを恐れてコメントできないんだろうな。普通これくらいあれば多少流れるはずなのにね、マジでブロックに恐れてみんなコメントできなくなって、よいしょ。ということでソフトツイスト買いました。うまい。じゃあちょっと電話されちゃいそうなんで、運転しながら食べながら行こうかな。もううまっ、めっちゃうめえわ、マジお得だよね。
車来た。超うまいやん。うまい。ソフトクリームが食いたい気分の時に食べれた時のこの美味しさ。この1個食べるためだけにこんな車でわざわざ来てるからね。まあドライブついでみたいなところもあるかもしれんが、うまい。超うまいやん。100円で食えるなんて素敵やん。買えばよかったかもな。まあまだ麦茶ありますけど、麦茶じゃない、ほうじ茶か。さっきのホットモットのね